おはようございます。す。マトで今日は2023年の4月の15日ですね。土曜日ですね。お仕事が、土曜日は早いので、外も今日は雨ですね。ちょっと朝から時間との戦いですね。今日の御ことば触れて、支援の125編のご説。 涙とともに種をまくものは喜び叫びながら刈り取ろう。シェンの126ペのご説、本当にいい御言葉ですね。涙とともに喜びながら刈り取ろう。えー、なかなか、まあ、収穫ですね、収穫は私は、えー、沖縄の一番南の西の南ですね、テレマ島の。 農家ですね、鮮魚農家ですね、えー、年に1回、えー、収穫がありますね、えー、冬11月頃から3月まで、えー、収穫ですね一年一年夏植ええー、そうですねえー、っと、うん、毎年一、えー、年ごとのサトウキビですね、えー、茎を植えて春植ええー、春もあります夏植えもありますけど その棒,棒状ですね2 3名となった棒状あ今は機械かな今も両親も兄弟も島にいなくたれ里首は作ってませんけどそういうお手伝いした植える切る運ぶですねはいそういう涙を持ってロークですねの農家のいろいろなその涙を共に祈りながら霊的な実を そこ魂をお待ち望みます今日は、えー、少しはゆっくりしてるかなというゆっくりはできませんけど、マターこの YouTube チャンネル登録またコメント、ま、いいねボタンとよろしくお願いします。も、えー、に涙を流しともに眺め出しながら、えー、豊かなを結ぶものとなりたいと思うものです。えー、思わず田舎の外気味農家を思い出しましたですね。はい、マ、え、ターと、ま、でした。仕上げ列パッションプレゼンシャロムシャロム